皆さんこんにちは。7月11日日曜日のビデオレターを、お届けします。先週休みしましたので、2週間ぶりというか中1週明けましたが、その間ですね、10日以上で、横浜はもう雨ばっかりで、日本中雨ばっかりなんですけれども、今日もこれを、撮っている時ですね、日本のどこかで災害が起きていると思うと本当に、残念だなというか、農作物とかね、人間はもちろんですけども、九州なんかから来るね、くるくまとかお花大丈夫かなと思いながら、過ごしております。今日ご紹介するのは、完全にね、7月の7日過ぎまして、二十四節気も少々ということで、もう夏なので、お花は夏のお花をご紹介したいと思います。こちらに写っている、今日ご紹介するのはこのお花ですね。モカラに似てますが、今日のはアランダと言います。まあ同じようなものだと思ってください。モカラはですね、これアランダなんですけども、掛け合わせしてできた、お花で、祖先がない、祖先はあるのかな、原産地というか種の起源がないお花なんです。詳しくは、Google で調べていただくと、必ず私のブログに行き当たりますので見ていただきたいんですが、バンダ、私のね好きなバンダオーキッドという、あのもうちょっとこれより大きなお花があるんですけども、ランのお花で、そのバンダとあと2種類の花を、ランをね掛け合わせた3つの掛け合わせでできたものがモカラ、それから2種類を掛け合わせたものが、アランダと言われているそうです。見分けがつきにくいんですが、やっぱりバンダが入っているので、私が思うには、混ぜる数が少ない方がバンダっぽいというか、これアランダらしいんですけど、アランダは2種類ね。ここの、モカラっていうのはここにこうベロがついてるんですよ。見えるかな、こうですね、そうこれがあの肉厚のね、ここがついてるのがモカラとか、アランダと言われるもので、よく似ているお花にデンファレってあるんですけども、国産のね美しいデンファレ、とっても綺麗ですが、デンファレにはここのベロがありません。お花屋さんのね店頭で見ていただいたらぜひ、チェックしていただきたいんですが、デンファレもそうなんですけど、でもランってもともとですね、ラン愛好家の皆さんはご存知かもしれませんが、根がねこうもじゃーっと生えていて、空中の水分を吸って生きていける、寄生植物と言います。寄生っていうのは誰かにこう、なんていうの、寄生して生きていくって、あの寄生ですね。なので空中の水分も吸うと言われていて、こういうアランダとかモカラがちょっとくったりしている時、デレッとしている時は、水にドボンと全部浮かべてしまっても、針が、蘇りやすいと言われています。しかしながらですね、いつも言うように初期の、水揚げとか初期の対応ってすごく重要で、これは、人間を思っても同じだと思うんですけども、やっぱり買ってきてすぐとか、元気ないなっていう時にすぐやってあげないと、たとえ次の日とか、その次の日にもう一回処置してあげても生き返れない、弱々しくしかできない時もありますので、やっぱりいかにこう日々、対応できるかってことが、あのお花もすごく大事なんですよね。なので、どんなに夏に強い花と言われても、やっぱり、初動でこの茎が乾きっぱなしとか、はぜひ、なさらぬよう、皆さんこまめにねお花、お家に飾る人多いと思うんですけれども、今年はおうち時間も多いので、ケアを気をつけてあげてください。夏に気をつけていただきたいことは、もうとにもかくにも、人間と一緒ですね。水浴びしますよね。シャワーよく浴びて汗かきますから、お花は、まあ、水浴びじゃなくてお水を常にきれいにしておいてあげてほしいんです。例えば、例えばこの、これねバケツ入ってますけど、ルドベキアという猫のお花、カモミールみたいな、あの白いカモミールの、そうだな、黄色いバージョン、ちょっとねすごくナチュラルで可愛いんですけど、これもやっぱり草花なのでものすごく、水を濁します。強いんですけど、こうやってバケツに入れておくとどんどん水が濁ってくるのが分かりますので、こまめに、お家だったら朝晩水を変えるぐらいで、ちょうどいいぐらいだと思います。1日1回なんて思わないでこまめにお水変えてあげてください。それから、変えるときは必ずですね、この切り口を水道で、洗う、こう拭
リンスっていうと何かつけてリンスするわけじゃなくて本当にこう拭ってあげるんですね。そして常に新しい切り口をハサミで出す、1センチぐらいカットしてください。ナイフとかカッターナイフ上手に使える人はいつもシャープにした方が水も吸いやすいので、この状態ですぐに水に入れると、綺麗な水に入れておくんですね。それから、おっしゃとこういう花瓶使っていると思うんですけども、花瓶の、水こぼして切り戻してまた戻しますが、新しい水でこの中をねしっかりとスポンジで洗ってください。意外とぬるついていると思います。私ここ、夏になるとエアコン切らずに、ずっと一定のこう気温で、お花キープしてますけども、それでもやっぱり、ぬるっときますよね。なので、食器用の洗剤で全然 OK なので、必ずケアしていただきたいなと思います。今日はですね、夏のお花の中でも特に、私がレッスンでもよく使うし、皆さんがお家で長く飾りやすい簡単に、ものとしてこの、モカラとアランダご紹介しました。今ちょっとね、これ原産地は、原産地とか輸入国は東南アジアなんですけども、暑すぎてだらーっとなりやすぎて、物流がちょっと少ないめらしいんですけども、これから7月8月、なるべくこういったお花をですね皆さんにご提供できるように、ご用意したいと思います。6分も喋っちゃったのね。なので、この後ですね、私はちょっとこれで今からアレンジメントを作るんですけども、その様子はまた、別動画にしようかなと思っております。ぜひ見てください。使うお花はひまわりですね。ひまわりと、今紹介したこの、アランダ、桃からでも同じだったと思います。こういったものを使って、あとですね、このルリタマアザメみたいなね、こちらを使った、夏のアレンジメント、作ろうと思っています。それではですね、今日はあの午前中にねこれを、流してますけど、皆さん良い日曜日をお過ごしください。また来週、それからまた他の動画もねお届けしますので、今月もどうぞよろしくお願いします。それではまた来週。